はい、こんにちは、翔太郎です。今回はソードビルドシリーズより仮面ライダークローズチャージに手首可動追加プラス平手追加をしていきます。このチャンネル始まってから基本的に塗装しかしてないからね、塗装以外の手加えるのもしてみたいなと思いまして。ジオからソードシリーズに触った人にはちょっとわからないかもしれないんですけど、エグゼイドから始まったソードシリーズの通常弾は腰の可動と手首の可動はなくて全身17箇所可動でした。後に出る大ソードの方で手首可動と腰可動が追加されていました。次の年のビルドシリーズには通常弾でも腰の可動がありました。ただ通常弾でも手首の可動はなくて、後に発売される大ソードの方で一部仮面ライダーは手首可動と、あとここで平手の追加もありました。そして次の年のジオシリーズで通常弾でも手首可動と腰の可動、そして平手の付属がありました。通常弾でもこの仕様で大盤振る舞いだと思って、その時すっごいテンション上がりましたね。そして現行シリーズの仮面ライダー01シリーズでは手首可動、腰可動、そして平手の付属が標準で、そして塗装箇所も多くなったので、毎年装道は進化してるなという感じなんですけれども、今回手を加えるクローズチャージはこのビルドシリーズの通常弾にあたるので、腰可動はあるけれども手首可動はなくて平手追加ももちろんないというものになります。これは大装道版の仮面ライダークローズなんですけど、やっぱりこのクローズって言ったらこうやってバシッと自分の拳をもう片方の手で受け止めるみたいな、そんな感じのポージングをさせてみたいじゃないですか、やっぱり。ということで前置きは長くなったんですけれども、早速作業工程を説明していきます。まず用意するのはこちら、プレミアムバンダイ限定の仮面ライダーグリス大装道バージョンですね。これは放送終了後にプレミアムバンダイから届いたもので、グリスとローグとオプションパーツがセットになったものですね。大装道仕様なので平手もついてますし、そしてこのグーの手に乾燥させることもできます。クローズチャージと手首の形が共通なのってグリスだけなんだよね。一番手っ取り早いのはこの手をグッて引き抜いちゃって、クローズチャージの手首切り落として、そこにピンバイスで穴開けてこれをグッて差し込むっていうことなんですけど、こちら限定品でそれなりに入手しづらいですし、あとそれをやってしまうとこっちのグリスの手がなくなってすごい寂しいことになってしまうので、今回はその方法はしません。なのでどうするかというと、この平手とこの握り手を複製します。まずこの手首をお借りして、こちらで型を取っていきます。お湯で柔らかくなる粘土色プラ、もしくはおい丸っていう商品でも大丈夫ですね。僕は今回おい丸を使いました。こちら棒状になっている透明なプラスチックみたいなものなんですけど、これをお湯で温めてぐにゃぐにゃにしたものに、この今取り外した手首パーツを押し付けて、こんな感じで型を取ります。そしてこれが冷えてぐにゃぐにゃじゃなくて完全に固まったら、もう一回ぐにゃぐにゃにしたプラスチック粘土をもう一つ用意して、上からギュッて押し付けて、こんな感じでね。そして冷えたら外して、こんな感じで型を作ります。このお湯で柔らかくなる粘土のいいところは、何度でもやり直しが効くっていうところですね。でもなかなか精密なパーツをきれいに取るのは難しくて、結構コツがいる作業ではありました。あまりやり直しがしたくないなっていう人はシリコン型を使った方が綺麗な型が一発で取れるかも。はい、そしてウレタン樹脂のミスターキャスト2を用意します。この時点でめんどくさそうでしょ。これは A 液 B 液を混ぜ合わせて型に流し込むことで、レジンモデルというかプラスチックモデルみたいなものを作ることができるものです。この A 液 B 液を同量をこういう紙コップの中に用意して手早くかき混ぜて、こっちに流し込み、こっちに流し込みっていう風にして、ちょっとまあ多めに流し込んでおきまして、でしばらく放置します。ほんの少し放置すると、液体がちょっと粘性が高くなってきて熱を帯び始めるんですよね。まあ熱を帯びるって言っても触っちゃいけないんだけど、そしてあれ最初は透明な液体なんですけど、固まると白くなってくるので、そしたら完全に白くならないうちに、ほんのちょっとだけ白くなったなと思ったら、この型をバチンと合わせて上からギュッと押し付けます。この際にムニュムニュムニュって横からこのレジンが出てくるんですけど、それで大丈夫です。これ下に汚れてもいいもの敷いて、手につかないように上からギュッと押し付けてやった方がいいです。だいたいこれ10分から15分で固まるんですけど、外からムニュって出てきた部分が白く固まっていて、それが完全に硬化してるなっていうのを僕は見たりしてますね。それで完全に固まっていて時間も十分経ってるなっていうことを確認したら、これをパッと開くとこんな感じのものが出てきます。まあ実際のところはね、もうちょっと外に膜を張っていて、パリ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 それを剥がしてこんな感じになるんですけど、そしてこういうバリが残っている部分を取り除いたりとか、あと型が甘くて成形不良になっちゃった部分とかを削って取り除いたりとか、あと流し込めてなくて穴が開いちゃってるところとかにね、瞬間接着剤流し込んでそこのところを硬化後に削ったりとかをして、この状態のものが出来上がります。話を聞いてるだけでもうめんどくさいでしょ。すごいめんどくさいの。でもこれきっと作業とかに慣れると結構上手に早くできるんじゃないかなと思います。多分早くできる人だったら1時間半とかでできちゃうんじゃないかな。
僕は全然慣れていないので、この型から綺麗にまず取り外すのにやり直し含めて3時間ぐらい、そしてそこからこれを綺麗にするのに1時間半ぐらいかかりました。まあ、手首パーツ4つやってね。いや大変だった。残りの作業はすごく簡単で、まず手首をこういうノコで切り離して、この手首がなくなったらここのところにピンバイスで穴を開けて、その開いた穴をリューターで綺麗に成形して、この手首がしっかりはまるようにするだけ。ほんとこれだけなんでかなり楽です。これができちゃえばすぐだよね。そして完成した手首パーツをクローズチャージにつけたものがこちら。はい、こんな感じになりました。平手がつくだけですごい立った時の表情付けというか自然な感じっていうのが出ますよね。横から見るとこんな感じ。うん、まだ塗装してないから手首の部分白くて浮いちゃってはいるんですけど、かなり雰囲気いいんじゃないですかね。はい、元のものと並べてみるとこんな感じになります。まあバンジョーは結構パワーキャラなので、こういう握り拳だけでもいいっちゃいいのかもしれないけど、やっぱあるに越したことはないよね。手首可動と平手がついたので、それでは早速やりたかったポーズをしていきたいと思います。はい、まず自分の拳を左手でバシッと受け止めるこのポーズですね。バンジョーといえばみたいな感じのポージングだと思います。アップで見るとこんな感じです。平手がない通常の方だと頑張ってもこれなので、かなり見栄え良くなりましたよね。ただバンジョーの印象的なポーズだと、この手首の部分に平手を当てるみたいな感じのポーズもあると思うんですけど、それは可動範囲の関係でちょっと手がしっかり届かないですね。少しだけ隙間空いちゃう感じになるので、まあ雰囲気だけっていう感じになりますね。はい、平手と握り手を組み合わせることでこういう構えポーズも取ることができます。ちゃんと劇中とか写真集で見るようなポーズが再現できるというのは本当に平手の効果様々ですよね。はい、そして必殺技直前の構えポーズなんかも綺麗に取ることができます。ちょっと手首の可動が軸だけなので、少し下向きになってしまうっていうのはまあしょうがないところではあるんですけど、まあいい雰囲気は出てるんじゃないかなと思います。若干腰のひねりも使えば、こういう風にスクラッシュドライバーのレバーに手をかけたようなポーズを取ることもできます。こういう仮面ライダーが自然にやってることが自然に決まるっていうのはすごいいいよね。はい、そしてスクラッシュドライバーを使うライダー3人組の大騒動仕様ですね。この3ライダーが出てきてる時の話がめちゃくちゃ面白くて、僕超好きなんですよね。本当にこのスクラッシュドライバーの3体はかっこよすぎる。デザインがどれも最高。はい、いかがだったでしょうか。かなり面倒くさい作業ではあるんですけど、この作業ができると結構複雑な形状のものでも複製できたりして、かなり応用が効くので、まあ、興味のある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。